懐かしいな、サスケ。あの時と同じ拳はもう食らわねえよ。それにお前の好き勝手にはさせねえ。お前はホカゲが何なのかまるで分かってねえ。俺の言うホカゲはお前のそれと全く違う。言ったな、革命だと。俺の言うホカゲとは何なのか教えてやる。さあ行け。あいつを救い出せるのはお前だけだ。俺の語るホカゲが俺の答えを示す。イタチの生き様がその答えまで俺を導いた。俺はイタチの言葉ではなく生き様から全てを悟った。一族と己を犠牲にした理由、彼が火の国とこの葉隠れの里を守るために。先代たちは言った。里とは多くの一族と子供の殺し合いを止めるための枠組みであったと。そして俺はようやく理解した。イタチは一人でその平和を支えようとしていたんだ。全ての憎しみを一身に受けながら木の葉の里を影から守る忍び、彼こそが本当のホカゲだったんだと。その俺に真実を隠しきれず憎しみを分散させてしまった。ただ一つ兄は失敗した。兄弟の俺を残し、俺は一人だ。父も母も兄も一族さえ一人としていない。そして俺自身が全てを処理する。忍びの問題は己自身で全て対処しきる。もう全ての憎しみを一人だけで背負うことができる。そう、俺の言うホカゲとは誤差と全ての闇を己の炎を一つで焼き尽くし。そんなのみんながうんって言うと思ってんのかよ。一人だけじゃできねえこともある。かぐやとの戦いもそうだったろうが。お前はイタチの生き様も分かっちゃいねえ。革命だ。これで里は闇を抱えることなく、闇は俺一人となる。お前だってイタチのことを全部なかったことになんかできねえだろうが。イタチはもう俺にとっての過去だ。俺は過去を切り捨てる。そしてそれを亡き兄へと注ぎ弔う最後の血としよう。切らせねえ。お前はサスケを兄弟だと言った。だからこそサスケを止められるのはナルト、お前だけだと思った。そろそろ時間のようだ。ただ信じてやるのだ。今わしらにはそれしかできぬ。俺とサスケは本当の兄弟じゃねえけど仲直りはできると思うんだ。俺のホカゲはつながりを切り一人となって完成する。あいつだけは切っておかなければならない。俺たち、俺にとって奴は最も親しい友のままでいるからだ。かなりの友達だから。
初めっから一人きりだったてめえに俺の何が分かるってんだ。つながりがあるからこそ苦しいんだ。受け身なだけか。してんじゃねえ。また一人になろうとしてるお前はほっとけねえだろ。俺にとってお前は最も親しい友になった。わざわざそこに行こうとしてるお前を。お前の思いは分かっている。お前もそうだろう、ナルト。俺たちはもう昔ここで戦った時とは違う。お前を切らねばならない。ずれたこと言ってんじゃねえよ。お前が今までのことを全部切って新しく始めた世界がまた同じようにならねえとも限らねえだろ。ご里は今やっとまとまってきてんだぞ。里同士が遺恨を捨てて団結する以外に生き残る道がなかった。シャリンガンから始まり、今このリンネガンの力を手にした。もはや転生、不死、方法は何とでもなる。それが俺の言う火影のあり方だ。一生、いや、永久に一人、あの地獄に戻るつもりかよ。俺は今この世で最も強い。そして今ここで影に足を踏み入れる第一歩としよう。こりゃやべえな。まるで陸道のジジイ並みだ。分散してあったチャクラを一つに融合してやる。これほどの自然エネルギーが急に。やっと俺をやる気になったか。勝負してお前にちゃんと勝ちてんだ。俺は今ここでのお前との勝負が最後なのさ。俺はお前とも戦いたい。インドラの矢、もう散れ。わしの自然エネルギーが間に合わなかったらさっきので消し飛んでたんだぞ。待て、アマちゃん。
これ自体ではやはりダメか。美獣ども、左目の能力もこの状態じゃ扱いきれねえ。さすがにチャクラを使いすぎたか。加減にしろよ。ナルト！サスケの勝利。では互いに和解の印だ。さっさと和解の印をしろ。サスケ君とナルトは最後の戦いをしている。おそらく決着をつけるため二人は今。しろ。少しだがもうチャクラが練り終わっ。これがリンネガンの能力の一つだ。これでやっと俺は一人になれる。じゃあな、俺唯一の友よ。いいカウンターだったぞ。何度もいい加減おとなしく切られやがれ。そら無理だ。その唯一が俺だからよ。俺にとってお前は最も親しい友になった。いいか、わしの残ったチャクラをありったけ渡す。もう吸収されねえよう術はギリギリまで出す。この一撃で決める気だ。お前はサスケ一人救えないのに、なんでそんな強気でいられる。自分が決めたことに疑問持ったら終わりだ。サスケは何とかしてみせる。俺はな、いつかおめえの中の憎しみもどうにかしてやりてえと思ってる。お前はわしらにとっても唯一だった。さあ行け。サスケの勝利。ヘン！やんのか、落ちこぼれが。これは
サスケ、お前と俺が戦えば二人とも死ぬ。死んだ。この感覚ってば、多分惨めだな。里からウトまでのけものにされていた。お前はキュービー、俺はウチハの名によって。そして俺たちは里を、里の連中を恨んだ。お前は俺を兄弟と呼んだが、そういう意味じゃ確かにそうかもな。全然ちげえよ。とんねえ、分かってねえんだな。砂でのばあちゃん、絶対死なねって約束してたのに。おかげになるまで。ナルト。兄さん、兄さん、許せ、サスケ。これで最後だ。やっと戻ってきたかよ。お前も俺もあまり動くと血出すぎで死ぬぞ。そんなになってまで。お前の憎しみを受けてやれんのは俺しかいねえ。どんな奴でも当然、そんな俺とのつながりを一度は皆切ろうとした。てめえは一体何がしてんだよ。なんで俺にそこまでこだわる。友達だからだ。だがお前は、体が動かねえからってやけに口がよく動くじゃねえ。いいから答えろ。お前は一体何なんだ。友達だ。友達だからだ。それはかつて聞いた。お前にとってのそれは、お前のそういう背負ってごちゃごちゃしてるとこを見てっと、なんでか俺がいて、それを説明しろって言われても正直俺もよくわからねえよ。ナルト、お前が昔常に一人でいるのは知っていた。バカなことをしてはわざと叱られようとしていた。なぜだか気になるようになった。それからのお前を見るたびにどんどん気になるようになっていった。そしてなぜだか安心したんだ。他人とつながろうと必死なお前を見ていると、俺の家族を思い出すようになった。いつしかお前とも戦いたい、そう思うようにもなった。そして俺は七班に己の家族の影を見るようになった。俺だっていつもお前が一人なの知ってた。何でもできるお前が羨ましくって、お前見たく強くかっこよくなりたくて、俺は勝手にお前を俺のライバルに決めた。逆だ。本当は俺が羨ましかったんだ、かつての兄さんのように。お前はいつも俺の前を歩いてやがった。まさか今度こそマジで天国なんじゃ。お前ぶん殴って今こそ本当に目を覚まさせてやろうと思ったのに。くそ、まだ体が動かねえや。え、こんなになってまだやる。何度だって認めてやるよ。俺の負けだ。この戦いは勝ちとか負けとかそんなんじゃね。なあナルト、俺はお前を認めちまった。
無限つくよみの芸術は俺の死後、左目をかかしにでも移植してやればいい。ここで俺が死ねば、陸道仙人の言う長き因縁も終わるだろう。死ぬぐらいなら生きて俺に協力しろ。俺がまたお前に盾つくかもわからんぞ。そしたらまた止める。